はい、また購入しましたね。ウィッシュ通販サイト、初めてのスマホ購入。 7.5 インチアスター、はい、4眼、今流行りの4眼見ます？こう4眼ね、これ4眼っすよ、4眼で、使えるのがこれだけ、これだけ、この3つは見えるかな、見えます？こんな感じすら見えるのかな。なんか丸いポッチが見えますでしょ、中に。この3つ、これ以外、これ以外は、はい、飾り、はい、でストレージなんだけど、電気消した方がいいのかな、見えるかな、見えますかね、電気消しめっかな、こんな感じで、ストレージこんな感じ、256になってるんだけど、何もアプリケーション入れない状態で 188GB しかない、ダメっすね。で、問題はここなんですよ、 SIM カード、はい、2枚入るところなんだけども、はい、全然読み込まないんで SIM カードが使えません。で、1回だけ読んだことがあって、モバイルデータ格安SIM でつないだんだけど、まあ4ギガ5ギガ対応になってたんですけどね、これがね、結局使えたのが2ギガと3ギガでした。4ギガ対応ではありませんので、日本では使えないと思いますよ。はい、自宅ではこの Wi-Fi でね、あの YouTube とかね、こうピッてやればね、こうパーって出るから、ほら立ち上がんないでしょ、まずね、立ち上がんない、こう、まあ他の人の、例えばこうね、スマホみんなねやってますね、こう。ファイルバトルを狙い、回避して決め、まあ、こんな感じで映って、お待ちかねの横一番的に、はい、音、はい、モノラルで超ちっちゃいです、これ最強音量、はい、こんな感じで普通には動きます、普通には。そうね、普通に。ただ立てるじゃん。さあ、ということで今回はですね、この間このネタ、あそこ、まあ、こんな感じ、こんな感じで、こんな感じでね、しっかり打つ。そこでね、ちょっと面白いものつけたんで、今回紹介しようかなと思います。まあ YouTube、YouTube はしっかり見れる。YouTube はね、他は全然見れないんで、で。そのスペックが結局、まあストレージの前に、まあ端末情報を見ると、まあこんな感じで、モデル番号が ME10、 C
CPU オクタコア、メモリーが RAM が 8GB、ROM が 256、Android バージョン 9.1 バージョンっていうふうに歌ってあるんですけど、これはあくまでもカスタムされたここの書いてあることはちょっと信用できない。なんでかというとそこまでサクサク動かないんですよ。もう全然画面は綺麗で、こういろいろ動くんだけどね、ほら立ち上がんないの全然。これ Wi-Fi のスピードで、こう調べるのどうなるかっていうと、見えます？これ Android 9.1 でしたよね。はい、 5.1 はい、プロセッサー MT6580M、 はい、うんこスペックです。はい、システム 8GB って書いてありましたよね。 1.94GB、 はい、うんこです。はい、名前 MET256GB、 ここは合ってますね。だけどまああとはちょっとこうひどいんで、モデル U2ME10 Android 5.1、 まあこれあの Wish の、通販サイトでまだまだたくさんたくさん売ってます。1万1000の、あと送料がまあ1100円ぐらいかかるんで、1万2000ぐらいのスマートフォンですけど、1万2000のスマートフォンの価値があると思いますか？はい、私ははっきり言いますね、このスペックで、このスペックで1万円だったら中古でその辺で買った方がよっぽどいいスペック買えますよね。ただこのスマートフォンの良さは画面が大きいのと、こう見て分かる通りね、画面が綺麗なんですよ。それだけなんですよ。画面が綺麗だったらテレビが映れば、まあ1枚のテレビ買ったってなるんですけど、テレビも映りません。はい、でスピーカーも非常に小さくてダメです。で問題はこれ、あの電池ね、これね 6800mAh になってるんですけど、1時間半ぐらいしか持ちません。あっという間にみるみるなくなります。はい、普通6800あると1日以上持つんですよね。4000mAh、5000mAh 今普通になってきてるんですけど、まあこんなに持たない 6800mAh 新品であるっていうのはちょっと信じらんない。でまあこうちょっとこう開いてみますけどね、まあこんな感じ。ちょっと電気つける、こんな感じ。まあこう綺麗にこう光ってる。で簡単にここ開くんですよ。ここのところにこう爪、ここのところに爪があって、ここを入れると勝手にパカってこう簡単に開く。ペッカペカのこのプラスチックで、はい、わかります？ちゃんと 6800mAh って書いてありますよね。ただこれ書いてあるだけじゃないかな。で自分が一番困ってんのが、私はね困ってんのはここなんですよ。この上のところに要は増設用の SD カードが入るんですよね。ここで、ここがこの下のところ見えますか？ここのところが SIM のマイクロ SD カードで、ここが SIM のナノカード、 iPhone の中に1個使うやつで、こっちで使おうとしたら読まなくて、でこっちに SD カード入れた時若干読んだんですけど、すぐ読めなくなったんです。そしたら面白いことに、今度はこっちが読めるようになったんです。
こっちが読めるようになったらこっちが読めなくなるんで、まあ、簡単な話、これデュアルシムになってるけども、シングルシムです、はい、で追加の SD カードは差し込むだけで、はい、機能しません。はい、カメラここね、クソ安いカメラ、はい、おそらく100均をも劣りますね、性能は、100均以下です。はい、ですので、騙されてもいいっていう方は買ってください。はい、私はもう二度と買うことはありません。はい、はっきり言いますね、こんなスマホ、いやよ、こんな感じだよ、たくよ、詐欺サイトが、勘弁してくれよ、本当にもう。以上、ウィッシュ、うんこスマホ、紹介でした。また、よろしくお願いします。